あそこだけでもいいからマジで単体の動画欲しいわ。単体の動画そう、歴史の動画。はい、というわけでお久しぶりです。あ、もう待ってんの？待ってるよすごい、なんと下川がここに来てデュエマの動画を撮るのは半年ぶりお久しぶりです。ありがとうございます、はい、今日は最近ちょっとデュエマで話題の CUC ってやつをやります。 CUC コモンとアンコモンだけを使う限定レギュレーションのデュエマです。おお。というわけで敵3つ組んできたんで好きに選んでください。え、見ていいの？いいよ。え、これ見ないのがおもろくない？ちなみにマジで知らんカードしかないと思うから見ておいた方がいいと思う。マジで。マジで知らん。これ気になるなぁ。アーマードって言ってたから。あ、そう、それはね、アーマードって言ってたね。で、ちなみに今回のレシピは全部、あのネネブログさんから引っ張ってきてます。シルクさんに使っていいよって。まあ、うちが使えそうなわからないよな。そうで、割とそれは下さん使えそうだと思ってくれた。ドラゴンだし。じゃあ、私はこのアーマードドラゴン、ヒタンですね。ヒタンです。じゃあ、ビッグランもらおうかな。じゃあ、これ超次元使って。あー。じゃあ、俺はスター進化で。これ、勝ったら何なんかある。え？勝ったら何かある。勝ったら、じゃあ、CUC を。CUC を。CUC を。この3人だけで。この3人に決め、勝手に決めとこう。一旦決めとこう。コモン、アンコモン、コモン。あ、一旦決めといたら、YouTube でやりやすくなるかな。あー、なるほどね。あー、呼ばれるとする。うわー。ゲーム店初登場じゃん、もちろん。そうだね。はじめまして、皆さん。呼んでくれないんですか？全然こだわってない。揉めるからやろ。ドタキャン癖がすごい。もっともどっちじゃないか。4回ぐらい立ち消えたあれあれ。じゃあ川さんが勝ったらの条件つけよう。で山田さんがもうこれからしばらく大会出るときはこのフレームアウトにしてもらう。かわいそうすぎやっぱりめっちゃ嫌がってる。嫌ってる人もおんねん。ここで人にはそれぞれ向こうにあるから。そうだね、それでいこう。話聞いてた。最初はグッジャケン、はい、はい、こうでしょ。今めっちゃよろしくすごい止まるな。すいません。じゃあテーマスタート。よっしゃ、これ1000個やったよな。そうっす。そしてティルド終わってる。なんだこれ。いや、もうおもろいな。え、なんだそれ。終わり。リストちゃんと見てないから。いや、でもいいですよ。テーマフル外してる。オーバー、フォアグリチャージ終了。コスト、キリュウインとルーの弱い。進化ライズで、進化パワーで進化したクリーチャーにもハファイターを与えます。強くね、それ。ドロー。お。飲めてる、ペラドンだ。俺たちのメラドンだ。どっち？ちょっと待って、青は入ってるんだろう。一旦ブルーストでいい気がする。ブルーストで、はい、ね、しよ。あ、あれじゃん。いやー、引きはミーチ。もう一枚いくか、終わり。うわー。もうずっと魂しか出てないからね、今のところ山田さんの。ハードが力欲しい。まだカード2種類しか見てないから、あの俺もリストだけ見て組んできたから、CUC がどういうゲームかまだ分かってないから、かなり手探りやってない。楽しみやな。学校とかさ、はい。マナでリトル。はいはい、お願いします。で、出たとき、今、すべては特に今いない。うん、で、1マナで、ハンド大師。頼む。はいはい。一旦破壊する。はい。そうしたら、そうしたら、ツードン。リトルは破壊されたとき、確か。表向きにシールドになる。終了。強い。これそこを切ってへん。ここまで。ドロー。4コストで。ポテンポテン。ガッタスター進化。いつが、このシードだとシールドリガーになるんで、スター進化のダブルブレイカーで、こいつをタップして出してもいいよね。こいつがタップしていれば、相手のクリーチャーは自分をアタック。あー、なるほど。じゃあ、顔合わせたぞ。まあ、こいつか。はい。じゃあ、ちょっと決めます。おあ、強い。メメント。あー、終わった。終わり。リトルメメントは終わってる。リトルメメントは終わってるよ、マジで。死ぬことを恐れるな。またメメント森ジングですか。むるむる森ジングも入ってない。ハンドが1枚、1枚。あ、1枚、1枚。いい試合になりそう。黒ママ、地獄これて。あー、くそったれ。エクストライ、はい、で、これでターン終了じゃ、相手は自社というのは1枚選びしてる。はい、終了。すごい、魂どうだっけ。いいんじゃない、これは。どうだ。で、これ、ボックか。4個でスナイパーの順で、出た時に相手クリジェンって選んで、アタックブロックできない。ブロックできなくした、まあ、コースとか。さっきで、アタックで、ブロックない、取ります。そう。唯一
るね。打点勝ってるからね。もうご了承してるよ。いや、8歳きつい。あった。チャージ。はい。チャージで、しっかり動かす。ドラピタコール。はい。懐かしい。コップ3以下の呪文に繋げて、墓地から引き出します。はい、はい、タコール。次のチーズレカシツイは自分と人数が好きな数、5以下になるようにか7以下の光なので、まあ、7以下の光の先クリーチャーでクリーン OK しますでクリーンでトテントクリーンセットで、終了はいそしてどうしてを解除キーカードではあるそうやんこれ3コストでノルスラスター進化はいはいで、出たときに楽しいのから進化してエヴァー2をして1枚捨てるこれを捨てるかはいで、キリュウイのルーから進化しているのでバカファイターバカファイターになっていますが場面とパルプですすげえこれで、パルプのにアタックするってことしますねこれなんかプリブロック OK で、アタックリテイが終わりOK です。アタック、ドロー。これ今からここしてたし、そう。キミチ。あー、出た。マサファイターが出た。で、渡りに勝った時に自然コストメーターの先に打ち入って自分の人とか出せるんで、はい。陣で5点と、はい。にアタック。アタック。9000、8000。はい。勝ちました。で、バトルに勝ったんで、自然コスト何か。あ、プリンになるんだ。わー、また。で、クリア。一緒やん。で、終了時、勝ったよ。終了おぉでもロック最強じゃないこれは相当イカれてるねすごいなポジシングするかなうんで、スルーをしてポジシングで、マッハイカーになってるならプリン倒すかプリン倒したいプリン倒さないな倒あんま関係ないけどあんま関係ない倒すロック最強だけだしなオッケーです終わりオッケーおやこれインスラッキーやなインスラッキーですねおでこれ殴ったんですが、ピリウィンまた殺されるやん。イエス。サーデナッシュ、南3万。はい。ゴブレットブレット。ブレット。はい。出た時、相手はバトルゾーンにある自身のカード1枚。その後、自分はバトルゾーンにある相手の残りのカードの中から1枚選んで破壊する。これ。これ。これか。これね。これね。で、まあ、フリッシーが。あ、上に見えた。で、1コストで、ただこう。あ、はい。通道してで破壊された効果で1枚落とすすごいで、これにキルイン陣で取られて効果がないかクリーンでフリー一生出てくる終了時パルテロン終了終わりですあっマッチパンテはい、ドロいや、完璧に落とされてるなんか、そうですね7マナで切れてるはいファミリアキラモンだからあの、マキさんもさ、あれよ実は、くるみですねこっちから出せるんだよねまだ、ブルブル、エベントあるってすごいあー、なるほどね永久に永久ブロッカーですあ、すごいマッハファイターの9人マッハファイターなのあ、うわ、2体目いや、すごいあれあれ、やばいさ、しっかしないな10体目かな上玉上玉で、ターン終了し上玉効果で1点につけば大丈夫1枚判別できるよだってトリガーあるもん回収が学校とか聞いたことないでどうぞあの、ふだてどこーサイバーになってはいここにてアタックされるいや、違うなこれはここにいたいかなここにいたい終わりおおまだ地獄パレテロンはいエクストライフまあ、ベガドナーです破壊に効果なし、はい、殺して殺して殺されたな15パルテナンからいった15パルテナン見て見て無理やー中ブリはおーおマジはい、はい、どうもちょっとネグダに戻すとアップして出してもらえないすごいこれ優位が動いているからとりあえずこのタップはこれでよ。で、下の方がで、キリュウインパースで、ここ。うん。パース。そのまま。キリュウイン陣で2点。で、次、ガードストライク。ガードストライク、なるほど。覚えてみましょう。
母さんは母さん聞いてたばっか。で、2枚なんですよ。終了。バレてるこれ。ブロッカーが3体。3体プラス、じゃあ5体か。6体か。確かに6体か。6体プラスリトルと。いや無理や。これ開始時できるし。やったね。後ろのメモリー、はい、出た時に自分のピーチャーを1体選び、そのターン、このピーチャーのパワーをプラス6000します。相手のピーチャー1体選んでバトルします。デアゴスタと切り売りってバトル。 OK です。あれはもう一番悪いんだな。イエス。バトルコマナで抜けるのサインで、ね、これはいい。進化じゃないクリーチャー9位ね。うわぁ、これで下っ前の強がりインフルサインで出てくる。これポッテポテト、はい、簡単で自然突っ張りしたな。はい、そう反応します。あ、ここにかエラドナレ見てプレイヤー、はい、ご覧しましょう。楽しい。さすがにもう1回、さすがにこれはもう1回です。このもんはエクロ強いですよね。エクロしてめちゃめちゃ強いね、やっぱり。それで今回一番高いからね。6000円もした。高っ。1360円。こっち最初のグループじゃけん。はい、セッカー負けせんですよ。いや、いいでもさっきの母さん高校やったから。そう、確かに。いや、ペラロンが入ってるからここチャージだ。あの、ちょっと今日進化するときにこのタイシングしたら出ちゃうと思うんですけど。めっちゃ強くない？どう？レベル大体これいるね。いや、いや、収まるチャージ。はい、月の魔法使い。出た時にまず自分の修行一つ墓地に置きます。はい、そしたら押し置きムーンが発動します。はい、ただ自分の修行を離れた時、相手は自信のクリーチャー1体で破壊する。いきません。いきません。え？修行。押しただけ。あれです。押し置きムーンだからね。そう。ランクいるだけで。そうそうそう。確かに。どこで消しとる方が。これ戻すやんかい。出た時は相手クリーチャーに行ってくれます。魔法使い。と、パーリタイと進化ムーン。メモリーの、進化パーで上から2枚タンプしておいて1枚やっしょうかって言われました。で、アタック受けます。いや、これよこれ。まずいよ母さん、あともう1体出てきちゃったら。なんか知らんけど、CM 1枚減ってるからね。で、出てきちゃった、タンプした終わり。うん、どう？いや、これよな。ファミリーが来たことは、うん、掃除機強っ。やばいっすね。ちゃんとアビスラッシュ。はい。変わりない、ね、ペロプリ。もう下かな。もう下の、キル。はい。お、選択します。はい。赤い。じゃあ、これでアタック入ります。はい。アビスラッシュアタック時、ライトを置かれたらこう。で、しろ。変えたー。いやー、やばい。スターシングの10くらいのも出てる。ドロー。サモスト。急に終わりました。楽しいのから進化したんで、2オーバーです。サモスト。急に終わりました。うわー、すごい。普通くらい。はい。もうワンチャンマリな。やばい、ワンある。スライバー。いやー、もうドロップもできないよ。どう？しますか？ブロッカーがいない。けどリトルがいるんで、クリアが取ります。はい、でリトル来てます。タップタップ終わり。いや、リトルやばいってマジで。楽しい。いいカードやな。それ19000のルールブロック負け、プレイヤーお疲れ様でした。ということで、山田 VS カワーはカワーの勝利。ルールを問題に寄せろ。最低。というわけで、次はちょっと下さんに、先をグッドを晴らすべく。グッド。ストレスになってるな。ストレス解消に使われるんだわ。はい、最初はグーじゃけん。はい。はい、はい。では、スタート。というわけで、この続きはね、次の動画でお楽しみください。で、チャンネル登録、高評価して待っててね。バイバーイ。ぬぬ。おーい。え、この時から出た時は行く。ぬぬ。おーい、ちょっとぬぬ。ついに勝てる。